ついに新学期、まあまた新たな出会いがあるんでしょうかね。後輩ができますからね。上級生だ、気を引き締めていこうって言ってますね。こんにちは。お早いね。もうけどヘタレさんって言ってるで。伊集院のあれです、妹じゃないですか、もしかして。えそんなわかんの。だってこの感じ伊集院の妹っぽくないですか、髪型。私は誰でしょう。俺は吉尾の妹ちゃうかなって思う。あ、先生や、吉尾や、ごめんなさい、吉尾ですわ。伊集院ちゃんは、制限時間終了です。私はおい、ユミ、何やってたの。ユミですよ。あ、でも髪型も似てますもんね。ねえ、そっくりやん、やっぱ似せてるな。そうだよ、あれ、お前も話してなかったっけ。友達の妹ってどうですかよ、ヨットさん。いや、友達の妹にはね、ちょっと手出せないですよね。手出せないですね、うん、友達のね、妹やから仲良くはできるかもしれないですけど、ねえ、うん、今年からうちの高校に通うことになってたんだ。年後か。あ、ほんまですね。早乙女由美です。これからよろしくね、先輩。可愛いっすけどね。お、先輩って呼ばれるのいいよね。何のイベントっすか、ここのか帰るか。このイベントちょっと飽きてきたっすね。飽きてきたな。あ、あ、妹ちゃんか。妹ちゃんですよ。あ、今帰り。もうヘタレさんって言われるの嫌ですね、なんかちょっと。まあなんかちょっと別にやましい思いもないから刺さってみてもいいけどね。ほら、フレンドリー、フレンドリー。ここに来てヨットさんがちょっと他の女の子に手を出すという行為をし始めたっすね。手は出してないよ。いやいや、ほら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 。よいしょ。もうでもゴールデンウィークのあれで誘わんでいいですか。あ、そろそろね。もうゴールデンウィークですよ。去年はゴールデンウィーク忘れてましたからね。ゴールデンウィーク忘れてたな。忘れてたんで。もうひたすら勉強してたからね。だってほら、もう誕生日近いから、うん、去年はゼロでしたからね。今年は何かあるでしょう。遊園地とか行ってみます。遊園地しばらく行ってないよね。そうですね、ジェットコースターが確か好きでしたね。あ、そうですね。よし、もしジェットコースターだったらジェットコースター行った方がいいです。ゴールデンウィークの遊園地なんて混むでしょうね。まあゲームやからあんま関係ないと思いますけどね。絶対行かへんわゴールデンウィークね。行かないですね。まあそんなこと言ってるからモテないんですけどね、僕たち。2人の遊園地は初めてですね。あ、ほんまですね。前は吉尾が誘ってくれたんですよね。そうそう、なんかあれでしたもんね、夏休み終わりぐらいに誘ってくれたんですよね。そうそう、吉尾がファインプレーで。ジェットコースターですよ、ジェットコースター。ジェットコースター好きやったもんね。ジェットコースター好きやってたんですよ、あの時は。ほらずっとジェットコースターでいいよね。あー、そうですね。ちなみにヨットさんはジェットコースター好きですか。あ、僕絶叫マシーンは好きですね。あ、そうなんですね、うん、僕はね、苦手なんですよね。高いところが苦手って。高いところが苦手ですね。あ、まあもうスピード感、スピード感最高だね。まあ、そこはね、やっぱ共感しとくべきでしょう、うん、よかったら一緒に乗れて。めちゃ頬を赤めてますよ。ほらいいですね。1回乗っただけっちゅうね。まあまあそれは置いときましょう。ヨットさんでもあれですよ、夏祭りとかリベンジできますからね。あ、なるほどね。ねえ、てか体育祭近いじゃないですかこれ、この流れは。あ、やばいやばいやばい、やばいでしょ体育祭か。でも今更上げる、もう今更上げても意味ないですよ。他のやつ下げるのもどうかと思うんでね。体育祭いつっすか。うわー、もう6月1日じゃないですか。あ、やばいな。やばいですよ、もう諦めるしかないですね。いや、なんとか上げていけへんかな。いや、やめてたらいいですよ。だって他のパラメータ下がりますからね。そうか、もうまあ勉強か自分磨きか勉強しましょう。なんすか、何のイベントっすか。ねえ、今度の日曜日空いてるかな。向こうから誘ってきたっすよ。向こうから誘ってきたね。今度の日曜日ってことは、おお。明日か。あ、いて、え、あ、ほんまですね。え、明日の話なんですかそれ。早っ。俺様も忙しいのかって書いてますよ。空いてるけど何、ね、それなら一緒に動物園に行かない。
いいですね、行きましょう。動物園行きたかったんだね。行きましょうかね。じゃあ動物園行きましょうか。本当？それじゃあ、なんでやん、なんでやん、お前いい誘えよ。それでいいわ、忘れないでね。一緒に行けばいいね。なあ、まあ何しに動物園行きたかったんですかね。なんか見たいもんでもあったんですかね。本当にごめん。ちょっと待って、後ろのライオンの耳がちょっとしおりちゃんにね、かぶってちょっとライオン耳みたいな、コスプレしたん来たんかと思ったさ、一瞬。それじゃあそろそろ中に入りましょう。可愛いんだけど檻に閉じ込められてなんだか。まあね、あでもそれを言っちゃって感じだけど ね、動物園で。まあどれも分かるけどな、一番上以外やったらね、真ん中でしょ、真ん中、自然の中が一番だねっていうのもな、うん、そっか、これかな、これでしょ、そう思うでしょ、ほら割といい印象、ほらやっぱりそういうことですよ。今日は付き合ってくれて本当にありがとう。おう、それじゃあ一緒に帰りましょう。一緒に帰りは一緒なの。帰りは一緒やろ。行き品は別なんやな。どういうことなんでしょうね、それね。待ち合わせたいんかな、やっぱり。おっと。ああ、じゃあ後編か。ああ、言われてますよ、ヨットさん。覚えてます、去年のこと。去年は借り物競争で、ちょっと失敗しちゃったね。いや、ちょっとっていう、もう最下位も最下位でしたよ。出たー、体育祭。さあ、ヨッツさんどうするんですか。去年はね、借り物競争で失敗しちゃったんで。失敗しましたね。玉転がしぐらいが簡単じゃない。いや、そのスプーンリレーもありましたよ。スプーンリレーもこれちょっとバランス難しいよ。玉なんて転がすだけやで。いやでも A ボタン連打とかやったら絶対体力ありますよ。スプーンリレーやったらちょっとこのなんか右左とかそういう系とか、はい、それだと補えるじゃないですか。まだ、なるほどね、連打系は絶対に遅いですよ。ああ、もともとスタミナがないからないからね。じゃあスプーンリレー行ってみますか。行ってみましょうか。ボタンで落ちないように。結局あれボタン、結局連打やないか。頑張ってください。しおりちゃんも応援してますよ。しかも借り物競争より難易度高いぞ。行ってください。あ、でも、あ、遅い。落ちた、落ちた、遅い。ひどい、これは。ひどい。え、どっちが左、右なんですか。あ、これむずいですね。これむずいやろ。むずいですね。ヨットさん、でも奥見てください、ほら。こんな感じで、みんな、ブルマですよ。あ、ほんまやね。ブルマです、ブルマ。おっそ。あ、ちょっともう諦めな。あ、もうひどい、これは。これはひどいぞ。もう先生助けても、もう無理やってこの子。誰が興味あんねん。もう、あ、ほらほら、でもやっとほら白組のところに行きましたよ。ひどいチョイスやわ。ちょっとこれはひどい。これはひどいぞ。こんなやつ好きになるやついるのかな。ひどい、これは。で今頃慣れてくるっていう。今頃慣れてくるっていうな。はいはいはい、長いな、ほんで結構長いですね。あ、ゴールでしたわ。しょうがないね。しょうがないよ。いや、怒ってますやん。怒ってますやん。いや、怒られてもしゃないやろ。まあでも年に1回の俺たちの輝けない時期が終わったっすからね。年一の、ね、年一ですからね。あ、まあよかったよかった。恥ずかしみが終わったから。これが終わったらもう大丈夫です。テストが来月の、来月、7月か、7月やからまだ1ヶ月あんのか。でもその前にし、あれな、しおりの誕生日が待ってるんですよね。あー、なるほどね。7日に設定しちゃうんで。そうですね、今回はほら、日曜日や。あ、デート誘いましょう。デートかも、直接もなるのかね、ちょっと分からないけど。いや、誘いには誘っといた方がいいんじゃないですか、うん、よし、出てきましょう。いい感じできたね。誕生日、7日に誕生日ですよ。植物園は初めてですね、行くの。あ、また可愛い格好して。可愛いですね、マジで。
しおりちゃん可愛い。私も今来たところだから。いや、いいですね。それじゃあそろそろ中に入りましょう。だいぶ子連れ多いですけどね。綺麗なお花がたくさんあるね。さあ何を言われるでしょうか。綺麗な花ね、取れるのかな。あー、どうかな。これは綺麗な花でだけでいいですかね。逆に花を見ていると心が和むね。の方が良くないですか。和むね。でもよっとさ、なんかそれなんか自分の中流行ってるんですか、なんかちょっとこう、うん、言い換える感じが、ね、ほらほら不思議よ、ね、割とかでもバッチリじゃないですね。あ、まあまあでも、まあ、うん、悪くはないですね。さあ誕生日7日ですよ、また今度誘ってくれ。誕生日にデート誘ってる。誕生日のなんかイベントあるでしょ。それじゃあ一旦別れて。あ、聞いた聞いた聞いた。ナイスナイスナイス。お前つい下手ね。お前って言うな。ヨットさん、ヨットさんもついにですね、分かってきたっすね。サンダルって何なんですか。ヘアバンドってもつけてるから、ヘアバンドやったらやってくれるかもね。うん、ヘアバンドありやと思いますね。リボンしてるもんね。え、ありやと思いますわ。こんなんやったらありですね。今決めるっていうね。嬉しい。さあどうだ、開けてもいい。お願いします。どうだ、これ前から欲しかった。おお、来た。よっしゃー、今のところ3例えばうまいこと言ってますね、さあここからテストですね。よし、コンディションは万全じゃないですか。万全ですね、これ完璧完璧。いけ、バッチリバッチリになってますね。バッチリですね。バッチリ、おー、いいですね。これもバッチリか。いい出来だ。さあどうだ、よし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 。これちょっと狙えるんじゃない。ね、狙えるんじゃない。ほら、おお、1位がついにすげえ、1位きた。1位になるか。しおりちゃんを超えて、超えたっすね。1位きた、すげえ。試験の帝王やね。ほんまですね。これはもうやばい、もう全員たけるんじゃないこれ。いやいやいや、でもすごい。でも何も言ってもらえない。何も言ってもらえない。あんだけ頑張ったら何も言ってもらえない。マジかよ。さあデート。さあ金魚すくいですよ。今年は頑張るぞ。今年もまた一緒の服着てくれるんですかね、浴衣。あ、来た来た。もうすでに頬を染めてきてますね。ああ、いいね。私も今来たところだから。いいですね、今のとこは。今のところで何も起きてないですけどね。さあ褒めるでしょう。いや、それは褒めるでしょう。 ありがとう、嬉しいな。いや、もう嬉しそうですね、おー、今年は射的や。おー、同じことさせてくれよ。せっかく慣れてきたのに。慣れてたんすかね。頑張りな。え、なんかおっさん言ってましたよ、パワーとかありますよ。え、タイヤありますよ、タイヤ。あれタイヤじゃないですか。ティッシュ、あれティッシュか。女の子落としていいのこれ。お、しおりちゃんいるじゃないですか。それはしおりちゃん落とすべきじゃないですか。これね、これでも狙い定めてから物が動いてるんやと、ちょっと先に打たんのきついんじゃないですか。なるほどね。しおりちゃん来てほしい。しおりちゃん来てほしいですね。しおりちゃん、しおりちゃん来ないですね。妹ちゃんめっちゃいますやん。ほんまやな、5発いけるからね。そうですね、しおりちゃん来ないな。時間切れないよね、これ。ないと思いますかね。こんなんか、謎のコアラがめっちゃいる。これ何なんですかね。あ、これ何これ。いや、絶対きついでしょ、あれは。塗り壁みたいなやつね。いや、しおりちゃんめっちゃ怖くないですか、マジで。プレステ。いや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 、いらないでしょ。しおりちゃんがやばい。マジで。あ、来た来た。お願いします、やったぞ。え、遅っ。だいぶ早く打たんとダメでした。あ、そういうこと。2発ぐらいでしたか、あと3発か。だいぶ早く打たないとダメですわ。もう来たぐらいで打たないとダメですわ。いや、遅いっす。あ、これでもだいぶ遅い。だいぶ遅いっす。あ、そう。もう2個ぐらい行ったぐらいのイメージじゃないと無理ですわ。え、あいつやったの早いな。おー、行った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 、すげえよ、おっとさん。よし、すげえ。よう取れたっすね。いったいった。2つ来たよ。まあまあね、え、まあ、
まあまあまあ、まあまあ、ダメって言われるのが、まあまあ、去年よりマシですね。日課下校ですか、また。あ、違う。あ、妹じゃん。お、何を聞くんですか。どうした。相手に、相手今度の日曜日だ。どうするんですか、ヨットさん。ヨットさん、どうするんですか。空いてるけど何か聞いて。いや、空いて、まあ空いてるけど何言ったら、何か聞くとかじゃなくて、もうかそのまま行ってまう、設定されますって。そのまま行ってまう。はい。あー、じゃあこれやめとこうか。残念やけど。怒ってますよ、めっちゃ怒ってますよ。俺って人間として最低だ。まあ、ヨットさんが最低ってことですね、要はね。いや、これは一途ってことですよ。いや、そうなんですか。ほら、変な話が流れた。早い。早い。早いなぁ。まあ、しゃあないですね。言いふらしながら帰ったね、あれは。修学旅行。よし、行きましょう。さあ、これもイベントあるでしょ、何か。え、朝から迎えに来てくれる時なんですか、しおりが。行き先どこだっけ。京都、沖縄、北海道。選べるんや。京都、奈良。あ、どこ行くんですか。なんか沖縄とかがやっぱりよくない、南の。僕ら住んでるとこ奈良ですけど。ああ、まあ一応ね、それはまあ地元すぎて面白くないですからね、関西人は。まあ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 、うん、いや、ここで奈良選んで、ちょっと奈良のいいところをヨッツさん言って。ああ、だからそもそもこの学校はどこにある学校なのか。ああ、そうですね。ああ、それが分からないからね。東京とかじゃないですか。東京かな、無難に。まあ奈良ぐらいやったらね、まあ案内できるけど。奈良行きます、あえて。あえて奈良行く。あえて奈良行きますか。奈良公園行こうか、じゃあ。そうですね、奈良行きましょうか、じゃあ。まあ僕は一応奈良県民なんでね、奈良はちょっとね、押しときましょう。皆さん奈良いいですよ、奈良。あ、ほらほら来た。バスで通り過ぎたね。え、奈良は？あれ？え、奈良は？え？2日目が奈良じゃない？え？いや、早いな。終了。ちなみにヨットさん、これ奈良のいいとこ3つ挙げてくださいよ。奈良のいいところね、はい、そうですね、まあ奈良公園。ほう、うん、奈良公園は何がいいんですか。奈良公園鹿いっぱいいますから。ほう、はい。で、2つ目は何ですか。2つ目はですね、奈良はね、まあ、まあ京都もそうなんですけど、はい、あのまあまあ文化財とか結構、まあね、うん、奈良県はあれですかね、寺の数1位ですからね。あ、そうですね。で、まあ、奈良の大仏とかね、有名なものもあるんで、そういう文化財がいいですね。はい、はい、3個目は何ですか。もちろん僕がいるからですよ。機械のことしました。さあ、行きましょう。はい、行きましょう。それマイナスポイントですけどね、ちょっとした。僕がマイナスポイントですよ。4日ぐらいでしたね。うん、あ、奈良ですか。京都奈良って書いてあるのに、奈良のちょっと扱いが存在すぎません。ちゃんと奈良写して。自由行動が奈良じゃない、もしかして。え、そうなんすか。こう来てくれならいいパターンですか。ごめんなさい、ね、遅くなっちゃった。さあ、行きましょう。さあ、どこですか。奈良かどうかわからない。ならない。奈良県じゃないですか。奈良鹿やから。お、いいですね、鹿だ。これ別に逃げらんでも。逃げらんでもいいですけどね。全然逃げなくてもいいよ、鹿なんて。ねえ、うん、まあでも男らしいとこ見せといた方がいいんじゃないですか。ここは任せて、早く逃げて。でもなんか一緒に逃げた方が良くない。え、そうですか。うん、まあじゃあ一緒に逃げましょうか。ちょっとこれ奈良ディスってない。いや、まあね。もうそんな奈良公園の鹿はね、危険じゃないですからね。全然危険じゃないよ、なんで逃げるの、ね、危なかったわね。危なくもないよ、別に。もうダメかと思った。どんだけどんだけ怖がってんの。全然大丈夫ですよ。でもどっちかっていうとあれですからね、鹿の周りにいる、管理しているおばちゃんたちの怖いですからね。どっちかというとね、あのパンフレットでも食べてきおるんですよ、鹿は、うん、それを見られるとね、すっごい勢いで怒ってきますからね。いや、最終日ですか、もう。え、最終日終わったんですか、もう。これが最終日じゃないの。鹿から逃げて終わりですか。奈良はそんな扱いなんですね。ちょっとひどいですね。
お、壁ドンですか？チョン、壁ドンちゃう。お、ねえ、今度の日曜日空いてる？なんか誘われだしたな。ほんまですね、イケメンになったからじゃないですか。そういうことか。でもこれでまた空いてるけど何って言ってから断ったりってできひんのかな。できないですよ多分これで。いい感と、うん、まあしゃあないですね。まあ僕らは一途で通してますからね、嫌われても仕方がない。まあ最低なのはヨットさんですからね。ほらまた変な噂流れるやん。片桐さんの誕生日やったんや。でもまあプレゼントしましょう。これだってなんか和解するチャンスですよ。うわ難しいな、これ何が。あ、でもあれか、画集ですよね。そうやな、片桐さん美術好きやからねえ、うん、ああ、じゃあよかったです、分かりやすかった、よかったですね。これで機嫌でも取るか。そうですね、機嫌取りましょう。はい、何か用？はい、ヘタレくん。完全に、もう悪口ですけどね、ヘタレくんでね。やり？本当に？開けてもいいでしょ？ほら、すぐ機嫌良くなるんですよ。ワンダフル、素晴らしいわ。こんなものもらえるなんて。なんかちょっとジブリの声に聞こえないですか。ちょっとジブリっぽいな。ね、でもワンダフルの発音がネイティブじゃなかったね。ああ、よくわかんないですけど僕は。文化祭ですか。お、来た、きらめき高校文化祭ですよ。あ、やっぱりしおりちゃんですね。一緒に見て回りましょう。ねえ、今日の学園祭よかったら一緒に見学しない。いいですね。行こう行こう。もう断ることがないですからね。断らへんやん、ね、さあもう吹奏楽でしょ。吹奏楽やな。去年もね、吹奏楽で評価というかね、よかったんで。去年あれでしたからね、覚えてます？何？左のやつが、そうや、左のやつが死んでて、気になって気になって、そうです。この曲何って聞かれてる時に俺ら、僕そいつばっかり見ながらグラディウスの音楽やってたことは気づかなかったんですよ。あ、それがね、オートでうまいこと対応できてよかったね。そうなんですよ。さあ今年は、いや、いますよ、いますやん、あいつ死んでるやつ叩くんですかね。え、叩きます、叩いてないですね。やっぱあいつ死んでますよ。おお死んでますやん、あいつ。上がり症が治っていない、やばいですよ。で横のほら、ヌーベイの小雪ちゃんもほら、あれ叩いてないやつもシンバル。お前な、パーンってやるの。緊張の、あれ連鎖やなこれ。なんか学校行けるよ。それ学校全然行ってないやつ、一回だけ行ったんじゃないですか。お、今すら独入部するんですか。いや、それやったら野球部行ってちょっとしおりちゃんの様子見に行きましょう。あ、その手があるか。ねえ、ちょっと野球部見に行きましょう。入部。マジか。入部した。嘘でしょ。これ部活やったの。今さら2年の終わりに入部したっすよ。あー勝手に。おい、見学もさせてもらえない。いきなり入部させられた。こんな途中で、あ、しかも練習しますよ。野球なんでしたことない。え、でも他のパラメータ一切下がってなかったですよ。この部に入部したの。運動苦手や言うてんのに。ほんまですね。これからよろしくて、もう終わりですからね。やばくないですか、このフラグ。甲子園目指してて、もう来年の夏が最後の夏やのに。そんな初心者がいけんのか。え、でも何番と甲子園優勝できるんですかね。あー、ちょっとわからないぞ。あ、夏までもうないっすよ、時間。やばいっすよ、マジで。もう特訓やん、もう。ちょっとやるしか、やるしかないっすよ。マジか。ヨットさん、でもやるしかないっす。体調がみるみる下がっていってる。肉高いの死に方。いや、それが行くってできないのよ。これやったら部活なのよ、これが。あー、それきついな。電話するしかないか。いや、電話したらデートになりますよ、きっと。あ、そうか。電脳部に直接、だから電脳部に選んだらいけたんですよ。あー、しもたな。じゃあもう頑張って、あれっすよ、練習するしかないっす。せやな。多分根性も上げないとダメっすね。せやな。ちょっと回復しよう。そうです、体力結構下げられますね。持ってかれんな、部活。また立林さん、ここに。あ、違う。どういうこと？ちょっと待って、本この前入部して甲子園目指してって言って体力落ちたからちょっと今日寝といた方がいいっつって寝たら部長から電話かかってきて、もう体力あ、第3もダメだったんですね。
スピード入部、スピードタイプやな、これは。それでも言っといてもらうとね、1回でタイプになると思わんかったって、こっちも。お前、厳しすぎるやろ。電動部行きましょう、電動部。どうせやったら。サッカー消えてますからね。ああ、野球部。あ、サッカーじゃ野球か、野球部消えてますからね。もう入部できひんねやろ。入部できないですね。もう、しゃあないです。電動行きましょうか。えあの方との会話はないんですか。何でしたっけ。あ、この人、この人。肉体改造してくれはるんじゃないですか。なあ。行ってみろ、部活。行ってみますか。あ、でもめっちゃ勉強。理系が超上がる。超上がる理系が。これやっぱ僕らの部活入ったから気になってるんすよ。それは深読みやろ。もう部長辞めさせられたからもう。スピード入部スピードタイムやったからね。ちょっともう2回ぐらいしか行ってないですからね。だって根性5ぐらいしかないのもしゃないやん。そんなまあね、皆さん、我が伊集院家が誇るクリスマスパーティーにようこそ。日頃の現実を忘れて今日は大いに楽しんでいってください。どうせ去年と同じスーツやろ。何か言ったか。ほら、お前メロンソーダ持ってますよ。メロンソーダ。お前の方がダサいやろ。変わり映えせえへんやんけ。では、失礼するよ。さあ、これしおりちゃん来てるんでしょうね、きっとまたね。あ、来てた。ほら、やっぱ可愛いですよ。そういえば、紹介したい友達がいるのよ。え、友達？ここに来て。ここにいればそのうち来るから待っててね。それじゃあ私は行くね。え、ここに来て一人また知り合うんすか。こんな時期に知り合って落とせるんですかね。あの、あ、新しい子ですか。三木原。ちょっと内気な感じの子やんな。そうですね、なんかパーティー来るような服じゃないですけど。愛って読まないんだ。山根って言ったっすか。山根じゃない。なんで山根。山根聞こえたっすよ、だって。やっと聞こえたっすよ。さあ、今度こそ今年こそもらいましょう。ハートマーク違うかったもんね、去年。今年はどれで行くんすか。今年はね、多分メッセージだと思うんですよね。この前てか昨日かプラネタリウム行ったから、この星のマーク。あ、なるほどね。ああ、すごい関連付けですね。ああ、これでいこう。おっ、ほらだってすげえ白い声が入ったっすね。まあ、やっぱね、長い付き合いですから。あ、まあまあね。ああ、もう1年間1年半付き合いましたからね。いやー、ここで当てると面白くないですね。そして新しい年が明けた。さあ、またしおりちゃんが誘いに来るでしょ。初詣ね、行きましょう。はい。ごめん、ね。まあ、相変わらず可愛いですね。いや、いいですね。来年にはこの子がヨットさんのものになるのを思うと、ちょっとなんとか納得いかないところがありますね。全然似合わね。違いますね。ちゃいますって、それは。なんか久々に言ったな。去年は大吉でしたよね。大吉でした。おみくじね。で、しおりちゃんと仲良くなりたいっていうのをね、言ったんですよ。今年もそうしましょう。うん、健康維持は自分でできてるし、学業トップやし、もう恋愛しかね。恋愛しかないですね。もうないですね。はい。今以上にですよ。叶えてくれましたですよ、今以上に。おー、ありがてー。去年と一緒ですからね。一緒やな。一緒ですね。よし、行きましょう。さあ、今年は何が出るか。その気合いを入れるこのおみくじですよ。ほりゃーイエーイ。いや、それ池崎ですから。これは中吉。あ、まあまあ悪くないですね。あ、悪くないよな。池崎の真似なんかするからです。あ、ちょっと下がったかな、それで。池崎さん、おもろいっすけどね。
何が出たんですかね、自分は。自分何やってんやろ、見せてや。別にいいけど。大吉じゃないですか。自分だけずるいな。全然大吉しかい。そうやな。まあね、すげえ悔しがってますよ、主人公。一年の計は元旦にありか。今年はいい年になりそうな気がするわ。それじゃあ一緒に帰りましょう。あれ、ヨット君が、あ、カタカナじゃなくなってる。なんでや。え、しかもなんか出れてなくなかったですか。出れてなかったよな。え、何が起こったんや。え、ちょっと待ってください。ちょっとなんか、ちょっと動揺する。女の子のお前に対する評価は、こんなとこだな。お、下がってるやん。え、しかも2つ下がってますよ。え、なんで下がってんの。しかも みんなもうほぼおこやん。ほぼおこプラス、鏡さんが爆弾抱えてる。ひどいな。え、なんで嫌われたんですかね、しおりちゃんから。やっぱり周りに嫌われてるから、それが反映してしおりちゃんも下がってんのかな。お、ラッキーラッキー。これちょっとあげれますやん。プレゼントしましょう。この人が何やったっけ。この人メガネっ子の子ですね。いや、全集じゃないですか。シェイクスピア全集でしょ。ねえ、本大好きですからね。本ですね。図書館で会いましたから、図書室で会いましたからね。怒ってますやー。怒ってますよ。激怒じゃないですか。これを見せたら機嫌が治りますよ。治りますかね。どうぞ。こんなに素敵。ほらー。お前すぐ良くなる。嘘でしょ。カンチコチンや。あ、パレンタインが。またまたか。今日はバレンタインだね。毎年のことだが、全くまだトラックで運んでるんじゃないですか。そうやな。ねえ、ほら見たまえ、今年もあれだ。もう見るまでもなく一緒じゃないですか。去年と同じ量やんけっていう。ねえ、処分に困ってるんだ。よかったら半分持って行ってくれないか。半分くれるらしいですよ。マジで いらんけどね。欲しかったらいつでも言ってくれたまえ。それじゃあまた。ははははははじゃねえし。まあしおりちゃんからもらえますからね、言ってもね。はい、チョコレート。このバレンタインデー前に結構デレマにあげときたかったな。そうですね。はあ、またギリか。やばいっすね。なんで2つも下がったんでしょうね。あ、やっぱ他の子はもう嫌われすぎてるからもうもらえないっすね。お、テストですね。さあ、あと1年間ですね。これ終わったらバッチリですね。え、このタイミングで、このタイミングで言うかね。ほんまにね、ずっと1位キープですよ。よーし、しおりちゃん今回ちょっと2番ぐらい下がったね。ほんまですね。うん、これ500点満点ってことやろ。500満点ですよ。7点マイナスなだけだもんな。そうです、そうです。天才ホワイトデーですか。ホワイトデーですね。今年はでも1個しかもらってないですからね。バレンタインのお返しは持ってきたのかね。ほう、まあ頑張りたまえ。今年はあんまり絡んでこなかったですね。お前な。ねえ、いや1個だけっていうか1個しかないでしょ。1個しかないからね。いや1個しかないかもしれない。もう選ばされるのもちょっと恥ずかしいわ。でも毎回そういうくせに本命くれないっすもんね。そうやな。あ、またまたぶつかっちゃったね。いやそんな投げやりな。ごめんね。この子を狙う場合はどうするんでしょうね。どうすんのよな。ねえ、さあ、あと誰がヤバかったっけ。いや、もうヤバい人いすぎてヤバかったですけど。ヤバい人いすぎてヤバかったな。誰が噂を流してるんでしょうね。取り消しってありますよ。ちょっと優位にかけてみません。
1回なんか助言をもらえるかもしれないですよ、伊集院。かけたことないからね。ねえ、かけに出したからちょっと1回ね。気は乗らないけど。すげえいいこと教えてくれるかもしれないですよ。伊集院だが。あ、こいつ執事のに自分から出るんですよ、電話。なんだ、君か。何の用だね。あいにく僕は、君のような自分じゃない。速攻電話切られてるじゃないですか。歯の立つだけやん。マジこんだけなんすか。わあ、無駄にした、半日無駄にした。もうついに4月になりましたね。さあ、あと1年ですよ、おとさん。あと1年か。あと1年で、しおりちゃんを落とさないとダメですよ。3年生か。身も心も鍛えないと。ここ、身は鍛えられてないですよ、全然。身に鍛えなあかんのかな、ね。どうするんですか。他の人の進路を調べるってありますよ。それはしおりちゃんでしょう。お、一流大学に進学。もうじゃあ進学するしかないですよ、こっちも。まあ天才ですからね、こっちは。そうですよ。進学したい。伊集院ちょっと聞きましょう。伊集院気にするな。伊集院気にしだしたね。伊集院気にしましょう。伊集院はもうあれちゃう？